1953年、小賀里子は日本の元女性歌手、元女優。本名、小賀達子。東京市板橋区出身。上野学園高等学校音楽科卒業。1950年代には同様歌手や子役として人気を博していた。代表曲は、小鹿の番ビ、ピーコポンなど、ピアノ調律師の父を持つ三人姉妹の三女。 姉の一人は、田原総一郎夫人で、エッセイストの田原節子である。里子が小学校2年生の時、父のピアノ調律師仲間の紹介で、桜子供会という合唱団に入る。その後作曲家、安田忠に指示し、1948年、ビクターから同様歌手としてデビュー。大きなリボンが、トレードマークの愛くるしい姿で、たちまち人気者となり、 1951年5月、ひばりと、麦笛。1951年10月、ママのお膝。1952年3月、ディズニーアニメ、バンビをモチーフとした、小鹿のバンビなど、大ヒットを次々飛ばす。朝日放送、クレハホームソングで、こけしのちびっこを歌い、芸術祭同様賞を受賞。1五十五年に小畜と契約し、ああ、遠山る。 お母さんの黒板、オーケストラの姉妹などに出演する。朝焼け雲の血統を最後に松竹を退社するが、1971年に、当時東京十二チャンネルのディレクターであった、田原総一郎が監督を務める、あらかじめ失われた恋人たちよに出演する。1970年より、シャンソン歌手として、舞台などで、ライブ活動をするようになるが、1970年代半ば頃に、 歌手活動を休止する。その後、慢性肝炎により療養生活を送るようになる。1996年5月に容体が急変し、入院先の病室で池を引き取った。55歳であった。墓所は、東京都小平市の小平霊園。第二次大戦中、里子が4歳の頃、疎開先の名屋の家の窓から動揺をよく歌っており。 道行く人たちが立ち止まってその可愛らしい歌声に聞き惚れていた。さらに、身振り手振りをつけながら歌うと、たちまち拍手が湧き起こっていた。それを見た母親は里子を叱ることもあったが、一緒にいた姉の雪子が、恥ずかしくないのと聞くと、みんなに聞いてもらえて、すごく嬉しい。と目を輝かせながら答えていたという。また、里子の父はかつて歌手を夢見ていたこともあってか、 里子の才能にいち早く気づき、自宅のピアノで、里子に個人レッスンをしたこともあった。ビクターに移籍後、オペラ劇、夕霧に出演が決まり、里子は独唱のシーンの大役を務めることになった。舞台を見た父は見事に歌い切った、里子の姿を見て感激し、何度も、うん、うんとうなずいたという。1950年代に大変な人気を集め、 ラジオやテレビに出演するなど多忙な日々を送り、学校の行動、はたまたデパートの屋上の特設ステージに出ると、たくさんのファンが詰めかけ、黄色い声援が飛び交っていた。当時の少女向け雑誌ではグラビアに多数取り上げられ、人気投票には松島智子、近藤恵子と共に常に上位に上がっていた。1970年代より、シャンソン歌手に転向する。 1970年に東京都渋谷のジャンジャンでリサイタルを開催し、童謡をはじめシャンソンなどを披露する。当時のインタビューでは、当時の童謡を聞いて一生懸命歌っているのはわかるが、今に歌えば全然違うと思う。今回のリサイタルは、そこが狙いで、童謡というより、日本の名曲集と答えている。姉、節子の著書、最後まで微笑みをによると、 付き添いの者から聞いた話として、里子が亡くなる直前、ナースステーションに近い病室に運び込まれた時、ここはどこあなたは誰と柔らかな声で歌うように語りかけたという。これが最後の言葉だった。当時の節子は多忙を極めており、あまり里子の見舞いに行くことができず、普段の話を聞いて、もっとたくさん話をしていればよかったと後悔したという。 た多,多数。上記の曲はいずれも、ミキトリロウが作詞、作曲を手掛けている。ありがとうございます。